エースコミックチャンネル。おばちゃん、アイス工程か。あー涼しい。じゃあアイス少な。な、パピッコしかないやん。なーにがアイスありますや。しかもキソキソのアイスってなんなん。それにしても原先生、この炎天下でマラソンさせやって。普通に拷問やったな。光、拷問のイントネーションちゃうで。あ、おう。それじゃあサーモンと一緒やん。拷問のイントネーションやに。お、そうかそうか。あ、拷問、あ、拷問な。気ぃつけよ。お前さ、ほんまにあの山で一週間も行方不明だったの覚えてないんか。もう全然。半年経っても思い出されやんな。もうよくね。ほんなさ、いつまで言うとるん。言い訳あるか。どんだけみんな心配したと思っとるん。それやめ。俺がおらんくて寂しかった。いや、別に。嘘や、泣いたはず。一人にせんでよい光るんって。あ、また調子のんなや。俺よりでかいからってすぐそれするんさ。なあ、変なこと聞いてもええか。何？愛の告白でもする気な。ちゃうわ。いや、これはな、今に始まったことやなくて、お前がさ、行方不明になって帰ってきたからずっと思っとったことなんやけど。お前やっぱ光っちゃうやろ。え？なんでよ。完璧に模倣したはずやのに。お願い、誰にも言わんといて。初めて人として生きたんや。学校も友達もアイスも全部初めてで楽しかった。体も人格も借り物やけど、お前のこと大好きやね。やから頼む、お前を殺したない。どちらにせよ、ヒカルはもうおらんのや。それやったら、偽物でもそばにいてほしい。わかった、ヒカル、よろしくな。なあ、ヒカル。ん？お前さ、希望ヶ山校出たらどないする？あんま考えとらんな。多分じいさんの椎茸継ぐんちゃうかな。よしきこそどないするん？俺もまだよく考えとらんよ。お前は頭ええんやからさ、こんな村出て東京の大学行ったらええに。何？もしかして俺と離れたくない？ふふふ、キモ。死んでくれへんかな。もしさ、俺が東京の大学行ったら一人暮らしやな。ええな、憧れる。そしたらな、東京行った時うんこしたくなったらお前んち行くさ。俺公衆便所嫌いやねん。あんな人多いとこでうんこなんてできやん。のぐそはしてたやん。それは3歳ん時やろ。今もできんことはないけどな。できるんかい。そうしてほしないなら、お前の家を俺のうんこスポットにするしかないんやで。いやいや、それともさ、よしきが東京で可愛い彼女作っても連れ込めんくらい入り浸ったろけ。彼女なんてできへんから。なんなん、いっつもこういう話題になると不機嫌になるな。彼女くらいできるやろが。ヒカル。おい。あ、よしきょん、どうしたん。今度の週末なんやけどさ。あー、その日はダメやね。
山行くから。山？なんでよ。それはだな、秘密。夢や生きとる頃の最後に見た顔が原仙のモノマネとかしょうもな。よしき、朝ごはんだつの。ああ、もう光くん待ってるけど早くしな。あ、ちょ、ああ、よしき、おはよう。今日の朝な、おかやんがな。アホか、時間ないんや。はよ学校行かな。遅れんで。うん、原仙にまた怒られたないしな。やったらなおさら急がんとな。この前も怒られたしな、次よしきが怒られてや。いやや、お前が何者だろうと、そばにいないよりはずっと。いや、何をするのです。うるさい、女の分際で何を。お前の代わりはいくらでもいる、代わりの嫁などいくらでも取れるからな。ああ、あなたは本当に鬼なのだわ。つまらん、眠。泣いてる。おい、かわいそすぎる。え、なんでこの映画で泣いとんの。いるの5回目やし。いやな、もちろん記憶にはあんねん。でも俺は初めて見たやつやから。これ俺らがたまに食っとったやつよな。うめえ、クソクソク。いや、まあ知っとる味なんやけど、うめえ。声でっかにしても不思議やな。記憶あんのに新鮮やねんな。ああ、ほいほい、もっと記憶は全く同じなんやけど、実感わかんねえ。もともと生きてたことないしな、こんなはっきり字が持ったん初めて。幽霊なんか。どうなんやろ、幽霊。あんましっくりこやへんな。はちゃめちゃに化け物なんは確かやけど。お、メンチ兄貴やん。こいつ肉やから餌もらってまた超えたんちゃう。あ、ほんまや。あの猫早く動けたんかなあ。めっちゃ焦っとったな。もしかして俺のせいなんかな。メンチカツ食っとるだけやのに怖くな。メンチ兄貴があんな風に威嚇すんの初めてやな。はあ、食べ終わってもうてる。町の方で他に行きたいところない。寂れたファミレスかミオンモールしかないけど。え、付き合ってくれる。なんかさ、そのよしきは相変わらず優しいな、俺なんかに。優しいとちゃうよ。自分に甘いやつほど他人を許すんよ。ようわからんけど、俺にとって優しいことには変わらんやん。あ、トンボさん。夏アカネや、赤トンボ。まだそんな赤ないけどな。赤トンボか、夏やのに。秋の風物詩なんは秋アカネな。これは夏アカネやから
へえ、何がちゃうん。説明すんの面倒いわ。夏茜と秋茜は見た目はほぼ同じやけど別の種類なんよ。はあ、さすがエミール、はあ、こいつは一体何なん。見た目は光と同じでも光やない何か狂っとる。それを受け入れとる俺も。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。消えた前がずっと怖すぎないかね、あれ。あかんて。あ、そうや、今度よしきんちでさ、マスターマスターのさ、続き読ましてや。ああ、ええよ。え、どこまで読んだん。ロンが島出た。ゼロに等しいレベルで序盤やな。ええよ、今度はうち来て読めば。あ、でも3巻だけないで。それはなんとかなるからええねん。なんで1巻が11冊あるんかが気になる。なんでや、のぬき様が降りてきとるやないか。うん、なんや、もぎもぎ様こわ。ひー、来るな、いねー。構うな構うな、こういうの本当に嫌やね。行くで。あ、待ってよ。よしき、また明日。なんでや。なあ、ヒカルはやっぱり死んでもうてるん。うん、この体、脈も体温もあるけどな、もう死んどるんよ。それはお前が。それはちゃう。俺が遭遇した時にはもう虫の息やったもん。間違いないよ。俺が覚えとるんは、ずっと山ん中さまよっとって、とにかく長い時間そうしてて、もう何も感じんくてさ、ずっと機械みたいな感じやってん。そしたら光が死にかけてて、で気づいたらこうなっとった。お前、俺のこと好きか。え、何？好きや、めっちゃ好き。前はそんなこと一言も言わんかったな。やったらもう勝手にいなくならんといてね。来るな、来るな。松浦さん、宅急便です。松浦さん。あ、けんぞ。あれ、留守なんかな。もしもし。こんな夜中に来るわけが あるか。いるんですよね。こっちも荷物は出せないと困るな。松浦さん、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 松浦さん。入れへんぞ。松浦さん、もう入ってますよ。おい、机引きずんなや。ちゃんと釣ってな。昨日さ、部活でさ、もう部屋の隅にすっとやったれ。ちりとりって最後ちょっと入らんのよな。スイチの宿題誰かわかる？ねえ、ヨシキ、ほんまに頼む。いやや。
っとついてくるだけでええに、なんでや。普通に怖いの嫌言うてるやん。ねえ、何？マキうるさいんやけど。あ、勇気。どうしたん？俺さ、いつも東門の山道通って足取りまで帰っとるやん。ああ、そうね。そこのトンネルが今工事中やねん。やからさ、普段使わん林道通らなあかんねんけど、その林道がめっちゃ怖いねん。やから俺についてきてほしいんよってさ。はあ、しょうもな。ただ怖いだけやないねん。林の中が見れへん。なんというか、道にしか目をやれん。怖っ。めっちゃ気になるんやけど。あーちゃん掃除終わったん？もち、ゴミ超捨てた。で、それって怖くて見れんってこと？いや、最初は怖なかったよ。でも林の中見ようとしても気づいたら道見とってん。それで怖なったんだわ。いやからよしきついてこいって。いやいや、余計怖いし。肝試しと思えばええやろ。肝試し、そんなんたまに来るアホ観光客しかせんて。でもよしき本当は肝試し得意やんな。前行った時すごかったやん。いや、一人だけ RTA みたいな動きしてたやんな。それはさ、便所行きたくて焦っとっただけ。普通にビビり散らかして。なんや、おもろい話しとるやん。俺も行きたい。大丈夫なん？ヒカルこういうの一番苦手やったろ。前ホラー映画見て2時間気絶しとったやん。ああ、それがな、最近大丈夫になってな、ヨシキ。あ、うん。じゃあ、とりあえずヨシキ、ユウキ、アサコ、あとヒカルやね。一緒におった方がむしろ安全か。ほんまに心強いわ。じゃあ放課後東門な。ホームルーム始めるで。今朝首たちの方で遺体が発見されよった。事件性はないっちゅう話やけど、結構な騒ぎになっとるな。まあパトカー見ても驚かんようにな。うん。はあ、暑い。ゆうちゃん怖い？は？別に言っちゃうけど。それより帰りのホームルームで原仙が言うとったやつ。なんか。やばい死に方してたんやろ。自分の手を無理やり喉に詰めて死んだって。今朝パトカー来とった家からして、多分本当かどうかは分からんけどな。あのばあさん前からちょっと。ああ、仕方なかったんよ。でも今日パトカーのとこで女の人、多分娘さん、泣き崩れとったし、かわいそうやね。最近やけに村に暗い話多くて嫌になるね。あ、林道ってあっこ？あ、まあキモいな。早う入ろう。置いてかんでよ、死ぬかもやから、死ぬかもやから。あれ、何もなかったな。よかった。なんか全然普通やったわ。あれ、普通に林の中見れたしね。怖さゼロ。お前らありがとう。俺の思い込みです。気ぃつけて戻ってくれ。また林道通って帰らなあかんのだる。めっちゃ偉いわ。あ、虫に刺された。涼しいのだけ救いやな。
え、ひらがなのクーヤン。よしき、うん、ああ見てもうたん。ダメやんか。ついてきとるで。おいで。いや、何何今の音。あーちゃん、待って、どこ行く。おい、なあ、ヒカル。ああ大丈夫か。ああ、ただの鼻血。ちょ、ティッシュ持っとらん。ない。な、何したん。おかしいで、なんか。あいつお前にくっつこうとしとったから潰して俺の中入れた。え、ああ、吸い込む飲み込む的な。でも抵抗されて鼻血出してもうた。あ、つうかよしきさ、俺以外のこと見やんといて。見るからついてくんねん。あいつら寂しがりやぞ。 お前が見るのは俺だけでええの。お前にくっつくのも俺だけでええ。理解力な。とにかくみんな見てもうたら俺に言って。わかったから服伸ばさんで。ねえ、ごめん、二人のこと置いてはし。え、血出てるやん。え、途中で転んでもうた。なんかバンって音したけど、多分獣除けの空砲の誤作動ちゃうか。別に何もなかったで。あ、みんなにはそう聞こえてたんや。林道の気持ち悪い感じものうなっとる。総裁した。ヨシキも怪我ない？ヒカル、本当に好きな子とはさっさと結婚せなあかんに。普通結婚するやろ。しなかったらどうなるん。エヌキ様に山連れてかれんで。インド家の決まりや、恋人できたら早めに結婚せよ。この家の人間には手出しせんちゅう約束やから、嫁入りすれば安心や。なんで連れて行ってしまうん。寂しがり屋やから、家のもん連れて行けん代わりに一番大事な人を連れて行くんやろうな。まあ迷信やけど、父さんを振ったあの子も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 みんなピンピンしとれ。よう覚えとらんけど、連れて行かんでももうずっとそばにおれるんや。取られんようにだけしたか。ヒカルが死んだ夏、オリジナルボイスドラマ。学校からの帰り道。よしき、小学生ごっこすんで。え、何？小学生ごっこ。家に帰るまで精神年齢を小学生にすんねん。具体的には？なんや、足元指さして。この白線から落ちたら地球が滅亡する。うわ、懐かしいなそれ。なるほどな、わかった。あ、ほら白線からちょっと出とるやん、足。は？お前こそ早速出とるやん。俺はええの、俺は残機さんやから。ずるいな、そんなんいつ言ったん。何時何分何秒地球が何回回った時。うわっ、お前やるな。
それは小学生と強いわ。へー、じゃあピザって素早く10回言って。ええで。ピジピジって何？ピザとひじ混じってもうた。くそ。そしたらヒカル、黒クマって10回言ってや。黒クマ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 。ほい。南極におる動物は？え？白クマやろ。さすがにこれは騙されやんわ。南極にクマはおらんけど。え？ああ。ああ。確かに。これは俺の負けや。これ勝ち負けあったん？ヒカルが死んだ夏、オリジナルボイスドラマ。放課後ファミレスにて。さあ、フォークでプチトマトとつき回すのやめろや。競技悪い。だって俺プチトマト苦手なんやもん。農家の人には悪いけど、あらゆる知的生命の誰しも苦手なものが。はあ、しゃあないな。ほら、こっちよこして。うん。プチトマト美味しいやろが。ヨシキって面倒見いいよな。お世話好き。お世話？誰がお前のお世話なんてしてんねん。だって俺がなんか料理残すたんびに食ってくれるやん。それは料理を残したらあかんから仕方なく食ってやっとんの。それ以外にもさ、なんか大事な提出物とかある日の前日絶対連絡してくるやん。おい、明日エプロン。明日数学小テスト。雑巾。正直助かっとるけどさ、マメよな。だってお前すぐ忘れるやんか。しかも俺がせっかく送ってやってんのに毎回既読無視しよって。いや、まあええけどさ。やっぱお前がそんな世話焼きなんてお兄ちゃんやからかな。ああ、まあそうかも。そういえば妹も偏食やから残したやついつも俺が食っとるし。じゃあ俺にもアニメ発動してんねや、お兄ちゃん。キモ。つーかつけ込んでこやんといて。たまには俺に頼らんで自分でしっかりしようって気になれや。確かに。俺はお前がおるのがすっかり当たり前になって頼りきりになっとった。高2にもなってそれはあかんよな。そろそろ自立せんと。そういや、今度のテストの範囲ってどこやったっけ？ダメやこいつ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、コメントも待っとるよ。